つと早にえ持つと早にえ持つと早にえ。皆さん毎度でございます。もつと早にえのモズベイです。まあ、ちょっと開幕からですね、なんか変な女が出てきたんですけども、モズベイです。はい。ということで、髪の毛を染める前のかなり汚いモズベイで登場なんですけども、今回は何をするかというと、ずっと1ヶ月ぐらいですね、届いてから開けていなかった BTO パソコンを開封していこうかなと思います。はい。1ヶ月もね、開けないって頭おかしいのかなって思うんですけども、まあ、今回ちょっと渋りまくったんで、やっていきます。はい、これが実物、現物でございます。結構でかいですよね。まあ、前回も買ったんですけどね。はい、開けていきます。一応開けた感じは、まあ、なんか取説とかいろいろですね。はい、ちょっと続いて、これなんだろう。これはマウスです。で、割と現役で使ってます。めっちゃ映ってるカメラが。はい、カメラです。あ、マウスです。で、これはこれなんだろうね。これはちょっとわかんないな。で、これが電源ケーブルです。やっぱ太いよな、パソコンのケーブルって。これが何なのかちょっと分かんなかったんですよね。なんか機械系のクリーチャーの剣、体の剣みたいな感じだよね。これがですね、キーボードです。キーボード3つ目ね、もう置くところがないから、今床に生えつくばって置いてます。はい、ということで、一応は上の方開封終わりました。これ和室通ってるんですけどね。うちのね、猫、ウルでございます。ウッちゃんでございますね。なんかだいたい開封とかやってると来ますね。かわいいですね。かわいい。女の子なんですけどね。まあ、だいたい上はこんな感じかな。キーボード、マウス入ってたりとか、まあ、保証書とかケーブルとかですね。じゃあちょっとお待ちかねの本体の方をちょっと開けていこうと思います。はい、これが RGB ベルトです。ねえ、これ一人でね、出すのがね、大変だよね。ちなみに私が購入したパソコンのスペックはこんな感じです。まあ、パソコン工房さんで安定で購入しました。レベルインフィニティの RGB ビルドっていうタイプのを今回購入しましたね。確かね、購入した当時 C のモデルが出て、でそれの1個前のモデルを購入したんじゃないかな。お値段はだいたい24万ちょっとぐらいですね。はい。今回は配信用のパソコンとしてね、購入したんですけども、まあ、できるでしょうっていうレベルの、はい、スペックなので、まあまあまあ、何でもできるんではなかろうかなと思います。あと、あれですね。何より RGB ビルド。一番惹かれたのがですね、七色に光るやっぱゲーミングパソコンということで、そこがね、ちょっとね、今回楽しみですね。かなり光るのと、あとなんか、スケスケなんだよね。うん。中身がスケスケっていうのが、ちょっと楽しみでございます。はい。腰痛そうだね。はい、ということで、パソコンの奥で反射してるのあれ、夏みかんですね。夏みかんかな?オレンジです。あ、猫が。あ、うちの猫ですね。来ちゃったね。はい、これがロゴです。レベルインフィニティのかな。USB は2個前についてるのかな。これは 3.0 かな。はい。そう、あとこれ、上がね、開いてるんですよ。上がこうやって開いてて、ちょっとびっくりしてる。なんかかなりこんなにスケスケっていうか、なんだろう。スケスケなの
なかなか家に持ってなかったのですげえなって思った。そしてこちらが横の断面図なのかな、断面図です。こんな感じです。で後ろもこんな感じ、結構シンプルだね。かなりシンプルでございます。 USB はめちゃくちゃあるの助かる、めっちゃ使うのですごいよな。でこれ HDMI と、もう一個 HDMI っぽいやつ、あとこれ電源ですね。はい、ということで、まあ、こんな感じですかね。一応中身開けてから見た感じはこんな感じなんだけど、やはりね、今回一番楽しみにしていた光るところをね、やっぱ見たいので、早速ちょっと電源入れてね、やっていこうと思います。よいしょ、ちょっと入れてみます。おお、結構前もあれなんですね、光って回ってる、やっぱかっこいいね。いいですね。ん？あ、来ましたね、うちの猫です。こんな感じでかなり気に入ってるのかな、すごい興味津々ではあるんですけどね。はい、ということでちょっと画像が乱れてしまいましたが、ちょっと暗くしてみました。めっちゃ綺麗じゃないですか。いや、こんな綺麗に光ると思ってなくって、マジでテンションがちょっと爆上がりですね。まあ、撮ってるの和室なんだけどね。すごい。こうなんかちょっとファンが回ったりとか。まあ、あとね、こう猫が、お猫様がすごいレインボーに光るとかね。いいですね。いい感じですね。はい、ということで今回全く何の説明もねできないモズベイがパソコンの開封動画をただ撮るだけの動画なんですけども、まあ参考にはならないとは思いますが、まあ、どれだけゲーミングパソコンが七色に光るかっていうのはちょっと伝わったんじゃないかなと思います。という感じで今回は終わろうと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、あとまあ何より感想コメントですかね。まあなんかこういう実写動画ってあんまり普段撮らないんですけど、まあこういうのが見たいよとかなんか要望があったら、よかったらリクエストで感想コメントとかに書いてくれると嬉しいです。携帯が鳴ったね。はい、ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。